お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちら。バルーンフリーズですね。で、こちらのデッキなんですが、今、多分、グローバル1位のこの方ですね。この方が使ってたデッキですね。ちょうどグローバル1位になった時に、はい、最後使ってたデッキでございます。でも、途中に、その、前流行ってた、これですね。この外役デッキって言われる、まあ、リガポイロケットとかも使ってたんですけど、まあ、最終的にはこれを使ってたっていうことで、まあ、こちらをですね、今回は使っていきたいなと思います。で、これめっちゃむずいんですよね。なんか、結構簡単そうに見えるというか、なんか普通に使いやすそうに見えるんですけど、めちゃくちゃむずい。防衛がマジでむずくて、まあ、攻めは結構そのランバーバルーンでフリーズかけたりとかで、結構いけるんですけど、その防衛ができない。マジで難しい。なんで、まあその辺をですね、僕なりに解説していければいいかなと思います。で、相手は小物系デッキかな？これ多分飛ばしていいんですよね。コウモリザップって。まあガゴモリ来たらドンマイ。あら、あら？かい、ああ相手がうまいな。今の迫撃で釣るのめっちゃうまいですね。まあここは、はいはいはい、しっかり耐えて、で相手の空軍をしっかり把握していくのが、まあ、このデッキの重要なポイントかなと思います。で迫撃にウッドにヤリゴブギャングコウモリ、今5枚かな、5枚あディガーで6枚、これなあ、あと1個が、あでも相手ファイヤーボール打ったからコストがないからここで飛ばします。でガゴモリ来たらどんまい、あそう、いやこれ難しいな、だって突破できないもんな。ってところで、まあこの流れでいくと突破できないんで、1回しっかり待たないと、待ってフリーズも使って攻めるかな。あの迫撃が厄介なんで、しっかり先読みにメガゴ出したりしていきたいですね。やば。ペッカ迫撃ってことは、対空がヤリコブギャング、あれ、3種類しかないから、ちょ、これ、することないんでバルーン飛ばして、すげえな、そこで釣られるんだな。やばい、このヤリゴブが厄介。トリネで釣って、いやーどう攻めるかなんすよね。これがこれいいんじゃね。なんかバルキリーがターゲット取ってるから、迫撃にメゴが当ててコウモリかヤリゴブにザップって、いやー相手回転早い。いや、マジで、これ刺さらんくね？これ、トリネですって、気持ちいい。オッケー。さあ、まだまだ参りますね。相手がペッカ出した瞬間がチャンスなんで、今とかこう、ペッカをトンって置いてくれると助かるんすけど、まあ、そう出さないよね。やばい、スペル削りや。これやばい、ラストチャンスですね。ってことで、逆転いきます。いや、これ釣れない。このバルーン釣られない。あ、釣られるんかい。待って、コウモリ、お前。何残った、あー無理でしょ、これ。無理でしょ。無理でしょ、これ、だって。え、なんでこれで勝てんのっていう、思いますね。無理でしょ。これ、無理じゃね、マジで。これは、俺も勝ち方を知りたい。本当に。だって、いやー、なんだろうな。どうやったら勝てた？フリーズが腐りますよね、ああいう相手だったら。まあ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 、切り替えて。次っすね。相手、枯渇かな？はい。枯渇。ああ、はい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 。これも枯渇しんどいですよね、さては。でも俺、枯渇に勝てたらもうなんか、何にでも勝てそうなレベルで、いけそうなところはありますね。まあ、このアイスユーズは、しゃーなしで、
まあそうだよね、プリンセスいるよね。でこのプリンセスは処理めんどくさいから、これもバルーンでプリンセス処理ですね。フリーズしたらいいんじゃねみたいな。これザップ打ったら一発入るな、美味しい。このバルーンの爆破でプリンセスを処理で、よいしょ。あれ、これはまあ予定と違うんすけど、まあ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 、バルキリーがやっぱ強いっすね。なんかアウトロー最近すげえ増えてきたように思いますね。でこれバレル飛ばしてくるかな。そうだよね、だから端前のランバーでターゲットがですね、そう今のプリンセスにターゲット取ってないんですよねっていう、まあ、小技というか、端前でバレルが来ると思ったら止めてあげるみたいなこともありますね。であと1700で、僕もこの枯渇しんどいんですけど、相手もバルーンがしんどいですよね。対空がそんなにないんで、だからしっかり耐えて耐えていけば大丈夫。壊することないからザップ打って、後ろからしっかり、まあ、基本カウンターなんでね。これもランバでいいや。はい、でさあどっちにバルーンを飛ばしましょうかで、まあ0時かかってないですけども、こっち、あーロケットか、はいはいはい、これアイスイズが刺さればいいみたいな。 OK、これフリーズしてもいいみたいな。いやーまあ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 、しっかり待ってしっかりチャンスを狙っていきます。これあれだな、もうバルーンの爆発処理してもらおう。これトルネでしっかり防衛して、やばい、このバルーン爆破防衛何も成功しない、やばい。まあ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 、しっかりチャンスを狙って、これザップ打って、ああ惜しい、ランバー入りそう。これ相手はもうカストなんかね、バルキリーにコスト避けなんか。 OK、 これロケット相手間に合わない、入った、 OK、 フリーズして、よいしょ、フリーズなくてもなんか勝ててたみたいなところありますけど、まあ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 、枯渇に対してですね、立ち回り、まあそんな良くはなかったですけど、まあ、枯渇しんどいと思うんでね、ちょいと参考になればなと思います。ってことで、本日ラスト。勝ちたいですね。でもこれでグローバリティってやばいですけどね。普通になんかロイホグとかも結構難しそうですし、相手にするの。さては同じみたいなことありそうなんですけどね、これ。多分これ、相手がアイスイズポンと出してきて。いや、全然違うやん。何やこれ。いや、しかもアウトロ12や。アウトロコウモリヒバルーンフリーズ。なかなか厄介なの来ましたね。よいしょ。とりあえずまあ後ろから展開していきます。で相手の対空がまだ他に何があるか分かんないんで、まあ、そこしっかり把握してバルーン飛ばしたいですね。アウトローコウモリ、テスラ、これはメガゴで急いで処理して OK、今裂いた。だからこれ左側ランバーからの、あと対空今のところコウモリしか知らないから、これでバルーン出してあげたら相手絶対コウモリ出す。ザップ構えるフリーズ2で、よいしょ、はい OK。 でこれ割れる、フリーズ防衛な、ずるいな。今エリアタ取ったけど、アウトローで全部守られるから、相手フリーズだからファイヤーボールない、
イコールユニット固めていいみたいなところありますよね。これでいいんじゃね、なんかこれご利用ししとけばなんかいけそうみたいな。でフリーズして、頑張って、まあいやー難しいな、ここ絶対バルーン来ますね。まあ、そうですよね、早いな回転が。よいしょ、でまあフリーズ来るから遅れてメガゴですね。これは、まあ、分かってたんで、これ多分アウトロー来るんで、この瞬間に逆サイランババルーンしてテスラがオッケー、テスラ壊したら勝ち。フリーズして、相手絶対フリーズ防衛。これ一発入る。でもアウトローやめろ、お前何ちょっかい出しょんねん。ちょい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 。いやーもう今の、この逆サイのアウトローなかったら絶対入ってた。これでテスラ使わせて、ん？タイミングかぶった。あ、ザ、コウモリか。やばい。OK。危ねえ、耐えた。トルネいるか。一応トルネして。危ない、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 危ない。危ない。めっちゃ泥試合っぽいけど。ここしんどいんですよね。来たよ。来たよ、もう。めっちゃ攻めてくるやん。やば。まあ、これはでも、フリーズボーイでいいや。これちゃんと下のキングがですね、ターゲット取ってから、フリーズしてあげることによって、守れますね。さあ、いつ攻めようかなっていうのを僕は今タイミングかかってまして、よいしょ、今や。これ、はいはいはい。このアイスピンも入れたくない。やめろ。マジで。でも今テスラ咲いた、とりあえずユニットで攻める。でも一回後ろから組み立てる。これは引き分けっぽいっすね。あ、やられた。これはあれっすね、トルネでキングにすいます。で確実に今一発に抑えて、なんじゃこの試合と思って相手が油断してるところで来たくね。これ相手今コウモリ裂いた。ほら来た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 、はいはい勝った。ちょっと待って待って、フリーズ、オッケー、ザップ、よいしょ。これはもう一発、もう一発入る、もう一発入る、オッケーオッケーオッケー、もう一発からのからのなんだよな。問題がここ、問題がここ、こっからダメージ与えるユニットない。ワンチャンなんかフリーズされて負けるみたいなことない？耐えるよね。やばい、460超えた。え、あーもうそれちゃうでしょ。なんやねん、やな、アメって見てないし。マジかよ、アウトロー12に負けた。マジか。いやー、ってことでむずいっすね。このデッキでグローバル1位っすからね。普通にアウトローいて、今なんかロイホグとかいて、この環境今やったんすけど、結構この中で勝つってやばいっすよね。普通にやばいっすね。ってことでこのデッキ今グローバル1位の方がですね使ってるんで、皆さんもよければ使ってみてくださいということで終わります。よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではバイバイ。